さあ高木選手対森脇選手のバトルの中で生まれたこの名言、後半ロスタイム森脇選手が押した、さあ出るか、言ってくれ、誘ってんじゃん、来た、出た、わかる、わかりません、それはわからないよ。皆さんもお気づき、見事に誘いに乗ってしまったのは森脇亮太選手でした。